バールブルクの戦いは7年戦争中の1760年7月31日、現在のノルトベストファーレン州、バールブルク付近で正規した戦闘である。そこで、フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル大将、率いるブラウン・シュバイク・リューネブルク、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル、ヘッセン・カッセル、シャウムブルク・リッペ及び、イギリス各国の連合軍が、 無意白尺中常指揮下のやや優勢なフランス軍を破った。この勝利によって連合軍はヘッセンカッセルからの交代を強いられたものの少なくともディーメル側の戦線の維持をもってベストファーレンの防衛に成功した。1748年10月18日に結ばれたアーヘンの和役は8年以上にわたったオーストリア継承戦争に終止符を打った。これにより北。 アメリカ及びインドの植民地で繰り広げられていたイギリスとフランスの戦争も終わる。ヨーロッパの軽装地でかつてハプスブルク君主国が領有していたシュレーズイエムはプロイ占領と認められた。しかし根本的な対立は残り、事態は1755年に再び緊迫する。オハイオ川の渓谷ではイギリスとフランスが再び衝突し、オーストリアの最小。 カウニッツ博の主導で神聖ローマ皇帝をいただくハプスブルク君主国はプロイセンに対抗しフランス及びロシアと結んだのである。1756年5月フランスとイギリスの間で戦争が勃発すると8月には中央ヨーロッパでもプロイセンの作戦進行に伴い先端が開かれた。同年1月16日のウェストミンスター条約以降 イギリスとプロイセンは同盟国だったのである。同条約では、イギリスが経済的に弱体なプロイセンを補助金で支援する。一方、プロイセンはイギリスに対し、ブラウンシュバイク・リューネブルク選定校領の軍事的な保護を保障していた。ハノーファーは、同訓連合を通じて、ハノーファー選定校でもあったイギリス国王、ジョージ2世の故郷であった。プロイセンをフランスに対する戦争に巻き込んだのは、 何よりも、このような事情である。この戦争における、フランスの対イギリス戦略は、ハノーファー選定公領を占領し、後の和平交渉で、植民地の獲得と引き換えにするための担保を得ることに、あった。ドイツ政法の所領とハノーファーを防衛するため、プロイセンとその同盟諸国は、ハノーファー選定公領、ヘッセンカッセル法白領と、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公領や、他の、 小さな諸公領の軍からイギリス国王の三男、カンバーランド公を指揮官とする監視軍を編成する。しかしこの監視軍はハステンベックの戦いでフランス軍に敗れた。続いてカンバーランド公は9月10日、クローステル・ゼーフェン協定を結び、ハノーファー選定公領の全土はフランスに占領されたのである。しかし、この協定はイギリス政府に承認されなかった。 イギリス国王の個人的な要望により、プロイセンの大将、ブラウンシュバイクリューネブリク公、フェルディナント・フォン・ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテルに連合軍の指揮が託される。彼は1757年から1758年の冬にかけて、東影中のフランス軍を攻撃し、これをライン側まで退けた。1758年と1759年の戦役は、 勝敗がつかずに推移する。フランス軍は兵力において優勢であったものの、決定的な戦いにおいて繰り返し、連合軍の巧妙な作戦と戦術に屈してきたので、ある。そのためフランスは、いずれの年も、ライン側とマイン側の後方へ撤退をしいられた。民伝の戦いにおける、大敗の後、歴史家から、有能な指揮官と評される、ィクトール・フランソワ・デュ・ブロイ・元帥が、 ドイツ方面に展開する軍の上級指揮権を託された。彼は1760年の戦役において連合軍の撃退を果たし、ハノーファーを将来の和平交渉における担保として占領するよう命じられていたのである。1760年における西部戦線の推移。1760年の初夏、西部戦線の連合軍総司令官、ブラウンシュバイク公フェルディナントは、 ブロイン元帥率いるフランス軍に対し主導権を握ろうと試みた。彼は、ヘッセンカッセル砲迫領から作戦を発動し、まずザクセンハウゼン近郊に展開していたフランスの二個軍団の合流を阻もうとする。しかしこの初動は不守備に終わり、1760年7月10日のコルバフ派の戦いにおいて、連合軍の一軍の敗北につながった。全般的には、 6万6千名の連合軍に10万名を超えるフランス軍が退治するという状況であったが、双方とも続く数日間は何もせずに過ごす。ブロイ元帥が連合軍の後方を脅かそうとして送り込んだ、フランスの軍団は1760年7月16日、エムスドルフの戦いで消耗した。この後、ブロイ公は指揮下の軍の大部分と共に攻勢に移り、七月十七日までに、 連合軍を古田側の後方へ押し返した。連合軍の主力がカッセル近郊に展開する一方、フランス軍の主力はバルホルンに着陣する。プロ以降は予備軍団を無威迫に託し、ディーメル側の特派点を連合軍から奪うべくフォルクマールゼンを経て、シュタットベルゲンへ派遣した。バールブルク近郊の特派点には、フィッシャー少々率いる義勇部隊が向かうことになっていた。 この重要な都下点を占領するべくバールブルクへ増援が送られる際、ムイハクもその命令に服す。彼は、戦列不標28個大隊、民兵2個、大隊、31個騎兵中隊並びに1個、機遊部隊の合計およそ2万名を引き石月29日の遊国、同地に到着した。それから、北東のケルベッケで連合軍の部隊が見つかったため、 フランス軍の、核連隊は、バールブルクとオシセンドルフの間で、そちらに向けて着陣した。ブラウンシュバイク公、フェルディナントブラウンシュバイク公、フェルディナントは、苦境に陥る。ブロイ降のディーメル側への前進に伴い、連合軍は、ベストファーレン公領にある自軍の平坦拠点や、要塞から遮断される危機を迎えたのである。そうなれば優勢なフランス軍に対しフルダ側とディメル、 側の間で不利な状況において、戦いを挑むか、前年のように、ベーザー側を渡り、回避するしかなかった。後者はヘッセン及び、ベストファーレン全土の喪失を意味していた。そのため、公は、フランス軍より先に到着させるべく、指揮下の各部隊をディーメル側へ進めることを決意する。7月28日、同地のリーベナウ近郊で、ビューロー少佐率いる。 イギリス人軍団は、バールブルクへ交代していた、フィッシャー義勇部隊の前哨と遭遇する。こはこれによって、フランス軍の動きを知らされると、フリードリヒフォンシュペルケン大将に14個、大体14個騎兵中隊と、大砲22門を託して、バールブルクへ差し向けた。この軍団は7月29日、ケルベッケに到着する。翌日には、 ブラウンシュバイク公聖師率いる10個、大体8個騎兵中隊及び大砲4門の増援が到着した。連合軍の本営では、ブラウンシュバイク公の秘書で実質的な参謀総長でもあったフィリップ・フォンベスト・ファーレンが公に、この状況では迅速な行動が必要であることを説いていた。現状では、無意白の軍団が増援を得た場合、ディーメル側で、 高世子の軍が打ち破られる恐れがあったのである。フィリップ・フォン・ベスト・ファーレンは主力と共にリーメル川へ急行し、そこで無意白を破るよう進言した。キールマンスエック白の公衛部隊だけがカッセルを守り、必要ならそこから撤収することとされた。無意白の軍団が破られてこそ一時的に放棄されたヘッセンを再び占領できるのである。 これを受けて、公は即座に7月30日夕国の出発を、加齢した。北西からハインベルクとハイン島を望む風景。この戦闘は、パーダーボルン司教領、バールブルクの間近で正規した。大半が、カトリックの住民が、例外なく、プロテスタントであった、連合軍に対し全く友好的ではなかった一方、司教領の支配層は、 パーダーボルナーラントですでに3年も吹き荒れる7年戦争の中、両末を徴収し、略奪を働く双方の軍に向き合い、どちらかといえば運命に身を委ねていた。バールブルク自体は、市境領で2番目に大きい町であったが、中世以来の死壁による防備は不十分であった。町の北東には、肥沃なバールブルク翼屋の中心に急峻な山、デーゼンベルクがそびえている。 南では、ディーメル川が戦場を分けていた。少し困難ではあったが、この川は、舞台の塗装が可能であった。この戦いで重要だったのは、オスセンドルーフに向かう登り道であり、少し離れた場所に、他の高地、ハインベルクがあった。そこには、古い監視塔、ハイン塔がある。戦いが行われた時、畑は収穫の時期を迎えていた。無意迫の軍団は28個。 大体、31個騎兵中隊、大砲24門合わせて1万8000名を数えた。そして、ディーメル側の北側にあり、バールブルクからオッセンドルフに続く上り道に展開していた。フランス軍の陣地からは、デーゼンベルクまで、ダーゼブルクの南西に広がる土地の全体を一望できた。この陣地は、比較的公的であり、重心の不足から、 部隊の配置転換が困難であったことがただ一つの難点であった。陣地の南方では、バールブルクとゲルメーテに、ディーメル川を渡れる橋があったが、いずれにせよこの時期、川の水量は少なかった。7月30日の朝、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル構成士、カール・ビルヘルム・フェルディナントは、デーゼンベルクから、フランス軍の陣地を観察した。彼は、千年の冬、 バールブルクに投影していたのでこの土地を知っていたのである。そして攻撃を決意すると同様の決定を下したばかりであった連合軍の本営にその旨を伝達した。構成士は指揮下の部隊を率いて夜間にフランス軍の陣地を迂回しハインベルクでその左側面を突こうと計画する。正面では陽動として軽度な攻撃をかけるのみとした。それまでに ブラウンシュバイク港は全軍を率いて、バールブルクへ向かおうと決意する。そのため主力がディーメル川を渡り、十分に接近するまで待機してから、迂回行動を開始する、よう、構成士に命じた。主力軍は午後9時、カルデンの本営を立つと、ディーベナウトとレンデルブルクの間で船橋を利用し、ディーメル川を渡った。朝、大焼けは、バールブルク付近に到着する。 主力軍の渡下が遅れたので、後世主とシュッペルケン大将は待機せず、午前7時に迂回行動を開始するよう命令を下す。総勢14,578名の軍団は2つの戦列を形成した。右翼集団は、シュッペルケン大将の指揮下、ボルゲントライヒを経由してきたから、グローセネーダーとネルデを迂回し、オッセンドルフへ向かう。クリスティアン・フォンザ・ストロー中将率いる。 左翼集団は南からリュトゲネーガーとホーエンベーペルを経由し、メンネを迂回して同じくオッセンドルフへ向かった。戦場の外観と13時頃の進軍状況。無意中城は連合軍が付近にいることを知っていたが、朝霧のせいで土地を見渡せなかった。そのため、より明確に状況をつかむべく、カストリー公爵中をいくつかの敵団兵、両兵連隊、 竜気兵に子連隊そしてフィッシャー義勇部隊と共にデーゼンベルクへ差し向けた。カストリー校はそこでアウグスト・クリスティアン・フォンビューロー少佐率いるイギリス人軍団に遭遇するが、胴体は急速にレーゼベックへと退避している。午前9時30分頃に霧が晴れると、カストリー校、そしてハセ・サンジタ、ムイハクは接近してくる敵の戦列についに気づく。ムイハクは デーゼンベルクに1個の後衛部隊を残し、フィッシャー義勇部隊にバールブルクを占領するよう命じた。最終的には指揮下の部隊に戦列を組むよう命令を下す。攻撃は東側から来ると思われたので、陣形もそちらに向いていた。不評4個旅団と公兵2個大隊が、セギュール公フィリップアンリュの指揮した、バールブルクの西方の高地に陣取る。左翼はオッセンドルフの前面で、 針状に曲がっていた。その右側では、モープー港を率いる、不評二個旅団が隣接していた。リッツェルブルクと東部の諸将が率いる騎兵は、攻撃に適した地形が広がる中央に展開した。騎兵の後方で、ムイハクは、ルエルグ旅団を予備として止めを置く。市長部隊は、念のため、ディーメル側の南岸へ移された。ハインベルクから北西にオスセンドルフ。 ネルデとメンネの方を望む風景。迂回した連合軍の部隊が目的地に着いた頃には正午を過ぎていた。右翼集団はネルデを経由してオッセンドルフにいたり、そこで正面を南に向けて陣形を組む。それと同時に左翼集団はオッセンドルフとメンネの間で陣形を整えた。土地の広さに限りがあったので、騎兵部隊は二つの不評集団の後ろに、 配置されなくてはいけなかった。その間に、ヘッセンのフート中佐率いる連合軍重砲部隊は、フランス軍の陣地に向けて砲撃を開始する。ハインベルクのハイン島。右側の集団では、ベックウィズ中佐率いるイギリス軍の敵団兵2個大隊が戦闘を進んでいた。これらに圧迫された、いくつかのフランス軍全勝部隊は、無意中上に連合軍の目標が、 中世以来の塔が立つハインベルクにあると思われる、胸を報告した。ムイハクはひとまず、ブルボネーズ不評連隊に所属する一個大隊を、高地に差し向け、対応した。これを阻むべく、連合軍は、急行軍で、フランス軍に先んじようと試みる。ベックウィズ中佐は自ら敵団兵10名を率いて、先行し、その後後構成士が30名の兵士と共に追った。そして、 丘陵の頂上に接近したフランス軍の大隊は激しい防御砲火に迎えられる。相手の兵力が不明だったため、フランス側の指揮官は連隊の第二大隊の到着を待つべく前進を停止する。こうして過ぎ去った数分間はイギリスのトゥーラット敵弾兵大隊の全兵力によるハインベルクの占領を許した。その後、ブルボネーズ大隊は攻撃を改めて開始し、 まもなく同盟の旅団も全力でそれに加わる。倍の兵力を要するフランス側はほどなくしてイギリス側を交代させたが、イギリス軍のマクスウェル連隊に属する各大隊が到着すると、情勢は再び元に戻った。危機を察知した無意中将はブルボネーズ旅団にハインベルクの占領を命じる。そして同旅団はひとまず、 イギリス側の大隊の撃退にも成功した。無意クは、さらに、クーロンヌとルエルグの各旅団をも呼び寄せた。しかしその間に、これまでは、砲兵部隊によって、オッセンドルフ付近に押し止められていた、連合軍の右翼集団に属する初代隊が到着する。左翼集団の各部隊は、急いで陣形を組み、全軍による進撃を待たずに攻撃を開始した。 ヘッセンの第4コノエ連隊の各大隊はここでオスセンドルーフの東側にあり、スイス人連隊、イエンナーとプランタが防衛する高地へと転じる。ハノオーファーとヘッセンの各隊に圧迫される中、フランス軍の左翼は徐々に後退する。それから間もなくして、イギリスの王立流騎兵連隊と第7、軽流騎兵連隊が観光した攻撃は、 フランス軍の戦列に決定的な衝撃を与えた。V 中将は、自陣が保持できなくなったことを見て取り、退却の準備を加齢する。右翼のニコリョ団は出発し、ディーメル川の南岸に擁撃陣地を敷くこととされた。騎兵もその後に続くよう命令を受けた。18世紀の同伴画に描かれたフランス軍の退却。それまでに、ブラウンシュバイク公フェルディナントは、率いている軍の大集団が、 背の高い麦畑の中で、なおも戦闘に介入できるほど、早く進めずにいることに気づいていた。そのため彼は、グランビー教ン・マナーズ中将に、集団から分離して、先に急ぐよう命じる。グランビー教は、結局、騎兵22個中隊と共に戦場に到着し、シャウムブルクリッペ博フリードリヒビルヘルム率いる、警報兵2個旅団の支援を受けた。グランビー教は、 騎兵隊を二つの集団に分け、交代中のフランス軍を即座に攻撃する。フランス側の核部隊はすでに退却中だったので、それぞれ六個中隊を要する王立、ピエモン騎兵連隊とブルボン流騎兵連隊のみが、この襲撃に対応可能であった。これらの騎兵連隊は、イギリス軍右翼の第一個のエ流騎兵連隊を、包囲し、押し返すことに成功する。しかし、 そこへ、この駅兵連隊が来園した。ブルボン隆騎兵連隊は撃退され、その際に軍機一本を失う。ハノーファーのハルデンベルク連隊に所属する敵弾兵、リヒャルトクネーテル作。ブルボン騎兵連隊の献身は、交代するフランス軍をイギリス軍の攻撃がもたらす全面的な効果から救ったが、同軍を容赦ない追撃戦から守ることはできなかった。 しかし秩序を保っていた最後のフランス軍部隊が追い散らされると、イギリスの騎兵隊はまず逃亡する敵の騎兵に殺到し、続いて後退する不評にも襲いかかった。フランス軍の犠牲の大部分は、この段階で出ている。プランタ大隊の一個大隊すべてが包囲され、降伏を強いられた。ボルボネーズ及び、ルシュマン連隊からも数百名が捕虜となる。 それまでに、フィッシャー義勇部隊も、イギリス人軍団によって、バールブルクから追い払われていた。開けた平野に出た、この義勇部隊は、同様に連合軍の騎兵隊に追いつかれ、完全に殲滅された。ムイ中将はその間に、残存部隊をディーメル側の南岸に集結させようと、試みていたが、その大部分は、戦場から逃亡した。トゥレーヌ及び、ラ。 トゥール・デュパン不評旅団は、敵時、損害を被らないまま南岸の高地に陣取り、打ち破られた友軍の撤退行動を援護した。その後、彼らも退却する。この逃避行の中、フランス軍の市長の一部は、メンガーリンクハウゼン付近で、連合軍の奇襲部隊の手に落ちた。ブラウン・シュバイク公フェルディナントは、イギリス軍の12個大隊と、騎兵10個中隊を、 グランビー教に託し、破れた敵軍の追撃に当たらせた一方、友軍の残りは、戦場やディーメル川南岸の高地で休止させた。バールブルクの街の絵、デニエロイド金のスケッチ、バールブルクのシュテルン館、1760年8月、フェルディナント公はここに宿営した。バールブルクの街はすでに1757年5月、ハノオーファーの部隊に占領されたことがあった。 同年中にフランスの占領軍が侵中したが、1758年4月には再び撤収を強いられている。1759年にも双方の陣営が短期間、町に滞在した。しかし、これら短期間の中流の影響も1760年末の戦いが及ぼしたものに比べれば、はるかに小さかった。 早くも1760年7月28日、フィッシャー義勇部隊が町に進出し、無予白の軍団が来る手はずとなっているディーメル川に、追加の橋を架けるべく、住民に床板などの木材の教室を迫っている。町は、この要求に応じ、同日の夜にも、司令部と兵4000名を伴うフランス軍の上級指揮官を受け入れる。指揮下の部隊の残りは、町の外で宿営した。 町に収容されたフランスの兵士たちは周辺の村に移される前に早くも最初の略奪を働いたと言われている。7月31日の朝、双方の全省部隊がデーゼンベルクで戦闘を開始すると地域もそれに巻き込まれることとなった。町の人々は皆最大の恐慌、心配と恐怖に包まれた。と後にバールブルクの秘書官。 ヨハネス・アンドレアス・フィッシャーは伝えている。間もなく、最初の負傷者である20名のフザールが町に運ばれ、手当てを受けた。夕方には、フィッシャー義勇部隊がイギリス人軍団によって町から追い払われる。しかし、続いて、町を最悪の行為が襲った。グランビー卿の指示により、連合軍の軽装部隊は2時間から3時間に、渡って、 バールブルクの略奪を許可されたのである。それには、イギリス人軍団だけでなく、ヘッセンカッセルとブランシュバイク・ボルフェン・ビュッテルノフザールも、携わった。その際、民間人に対して少なくとも、女性1名が射殺され、他の2名が発砲を受ける重大な牢石が、働かれている。墓地は、町の外にあり、そこに軍人が宿営していたので立ち入りが禁じられた、ため、 死者の埋葬は9日間の延期を余儀なくされた。今や町と周辺の全域で穀物その他の食料を挑発したのは連合軍であった。フェルディナント公と連合軍の諸将のほとんどは8月24日までバールブルクに滞在する。結果として町は総額5万ターラーに上る物的損害を被った。後に支払われた賠償金はフェルディナント公が 市議会に届けた2000ターラーに止まった。連合軍は、バールブルクにおける、この戦いで、士官66名と、兵戦173名を失った。その中で、戦いに参加したのは、わずかな不評連隊とグランビー教の騎兵隊のみである。マクスウェル敵団兵連隊だけでも240名を、失っているが、ドゥーラット敵団兵連隊の損害も大きかった。 グランビー卿の騎兵隊は590名を失った。すなわち、戦没した軍人およそ1200名のうち、830名以上がイギリス人だったのである。無意吐くのが失ったのは、彼自身の報告によれば4203名であり、士官はそのうちの240名であった。その中で捕虜となったのは、士官78名と、計2100名である。また、 連合軍は、大砲12門、弾薬を積んだ荷車28台と、軍機10本を露隔した。7月31日の朝、ブロイ元イは、連合軍主力の出撃を知る。危険にさらされた、ムイ中将の軍団の陣地を、心配しつつ、彼は、フォルクマール前付近のサンペルン敵団兵連隊と、ギルシー白爵中を率いる、不評三個旅団を、バールブルクへ差し向けた。 しかしこれらは遅きに死し、無意軍団の残存部隊を収容するのがやっとであった。しかし、連合軍の出撃は、フランス軍にカッセルを占領する好機を与えた。キールマンスエックハクは、事前の打ち合わせ通り撤退し、翌日までベーザー側の対岸へ退避していた。それに対して、ブロイゲンスイはディーメル側へと反転し、同地のグランビー共は指揮下の部隊を、 フランス軍による圧迫から退避させた。8月4日にはゲッティンゲンもフランス軍の手に落ちる。ベルサイユの王宮では、敗法が人々の無理解と怒りを買った。特に陸軍大臣のベルイルは感情を害する。誰よりも責任を問われたのは無意迫であった。彼は軍の指揮権を剥奪されると思われたが、同時に届いたカッセル占領の知らせは、 政府要人の感情を和らげたので、個人的責任を追求されずに済んでいる。戦略的には、この戦いは、連合軍をめぐる状況に、ほぼ改善をもたらさなかった。連合軍は依然として主勢に立ち、障害となる大きな川に守られてはいたが、結局は、ヘッセンの疾患が、政治的に重大な損失となった。カッセル要塞は、翌年から終戦まで、 フランス軍の削減地となる。それでもこの戦いは短期的な視点から見れば少なくともベストファーレンの防衛に成功したフェルディナント公の明白な努力でもあった。ブルーズロイヤルズの大佐たるグランビー公ジョン・マナーズ。バールブルクで観光した攻撃を暗示するため意図的に剥げた頭部が描かれている。ジョシュア・レノルズの作品の代わりにただ、遭遇戦と呼んでいる。 そのため、しばしば、バールブルクの戦闘といった記述が見受けられる。しかし現在では、バールブルクで発生した様々な出来事の意義については、様々な見解がある。この戦いはフランスが7年戦争において、ドイツ西部で起死した一連の敗北の重要な一歩であり、失敗した遠征の積み重ねが、フランスが講和を求める要因となったことは、疑い得ない。 イギリスの文献においてこの戦いは特にイギリス軍が果たした大きな役割によってはるかに注目されている。イギリス騎兵隊の攻撃に際し、グランビー公はこの駅兵連隊の戦闘に立った。全力失走の最中、彼の帽子が落ちたと言われている。中将はそれに構わず、剥げた頭部をさらして戦いに馳せ散じた。現在もなお残る英語の言い回し。 ゴーボールドヘデットはこれに由来するという。イギリス国王ジョージ2世は画家のジョシア・レイノルズにグランビー校の肖像画の作成を依頼した。1765年にレイノルズが絵を完成させると、それはセント・ジェームズ宮殿の若い士官が毎朝王妃に配列するため集まる控えの間に飾られた。そして今日でも同じ場所にある。この絵でグランビー教は 連隊長を務めていた、この駅兵連隊の制服を身にまとい、乗馬の前に立っている。そして全く意図的に、バールブルクで攻撃を率いた時と、同じく帽子を被らず、特等をさらすカツラを身につけた姿で描かれている。ウィリアム・メイク・ピース作家令はその小説、バリー・リンドンの幸運において、ある展開の舞台にバールブルクとその周辺を選んだ。そこで彼はこの、戦い自体に、 文学的な装飾を施している。1975年、スタンリー・キューブリック監督はアカデミー賞受賞作となった映画バリー・リンドンでこの小説に脚色を加えた。他の様々なシーンと同様に、この戦いと主人公のバールブルク滞在をも自由に再現したのである。2010年に行われたバールブルクの戦い250周年を記念するリエナクトメント。 2010年7月31日、この戦いから250周年を記念し、歴史的な戦場の一部であったハインベルクで大規模なリエナクトメントが開催され、戦闘の情景が再現された。これを主導したのは、オッセンドルフ射撃協会所に属する伝統的砲兵隊である。このリエナクトメントにおける再現劇とは異なり、史実では戦いに、 プロイセン軍の部隊は参加していない。またオッセンドルフのハインベルクハレでは展示会が開かれた。オッセンドルフ射撃協会は記念誌を発行している。ありがとうございます。